ホークス的女性像を体現する女優と呼ばれるローレンバ・コール。ハリウッド黄金時代のタフな男性キャラクターの代表であるハンフリー・ボガートとは講師にわたるパートナーであった。ホークス的女性像とはハワード・ホークスの映画にヒロインとして登場するような基地とカリスマを持った強気な物言いをする女性キャラクターを指す映画理論用語である。ハワード・ホークス監督が キャサリン・ヘプバーン、ロザリン・ドラッセル、バーバラ・スタンウィック、アンジー・ディキンソンなどの女優を使って普及させた。最もよく知られているホークス的女性像は、ローレン・バコールが演じた役柄であり、バコールが脱出や三つ数えろで、ハンフリー・ボガートを相手に演じたスリムやビビアンは、映画史上の象徴的な役柄として極めて高い、評価を得ている。この典型は1971年に、 映画批評家、ナオミ・ワイズが最初に提示した。ホークス的女性像を研究した主要な映画理論家としては、アンドルー・サリスや、モリー・ハスケルがいる。リオブラボーで、ジョン・ウェイン演じるチャンスを、相手役に、フェザーズを演じるアンジー・ディキンソン。ホークス的女性像は心情を思うままに話し、男性の相手役と基地に富んだ、ふざけた会話を交わし、個人的、 性的に欲しいと思ったものを得るために行動を起こす。早口で率直であり、議論では男性を任すこともできる。肉体的には、ホークス的女性像は、古典的な美女ではないが、むしろ身体的に美しい特徴を持っているというよりは、活力とカリスマが魅力である。ホークス的女性像と考えられる女性キャラクターは、映画において女性はもっと鈍いものだという伝統的な、 概念と離れて、あるいは、それを超えて、銀幕に、ラディカルな存在感を放つ人物である。男性主人公同様あだ名で呼ばれることも多く、このためホークス的な女性キャラクターは、性的欲望の対象よりは、仲間の一人とみなされる点で、この当時の他の女性典型と特に異なっている。しかしながら、ホークス映画において監督が女性を平等に扱う、ことにより、 誘惑的な魅力や優しさといった女性的とされる性質がなくなることはない。ホークス映画に登場する女性の強さにより、他の点では物静かでオズオズした男性の男らしさがしばしば引き出されるようになる。ホークス的な女性キャラクターは、貴族階級の出身で労働者階級の勤労者男性の理想を評価するようになるか、自身が普通の人々の利益のために戦う勤勉な、 プロであることも多い。ホークス自身がこのような女性が好きだということを1982年の監督ハードホークス映画を語るで一章にわたり、ジョゼフ・マクブライドに詳しく語っている。赤ちゃん教育でスーザンを演じるキャサリン・ヘプバーンとデイビッドを演じるケイリー・グラント。スーザンは大金持ちの霊場、デイビッドは古生物学者である。ホークスの妻だったスリム・キースによると、 ローレン・バコールがホークスに最も気に入られた女優であった。バコールが演じた脱出のスリムと三つ数えろのビビアンは最もホークス的な女性キャラクターとしてしばしば取り上げられる。ホークスの最初期の映画である港に女ありは女性主人公のこうした役柄の形を初めて見せた作品であり、ルイーズ・ブルックスは最初のホークス的女性像を演じたと言える。 ホークス的女性像の他の例としては赤ちゃん教育でキャサリン・ヘプバーンが演じたスーザン・バンス、ヒズガール・フライデーでロザリン・ド・ラッセルが演じたヒルディ、教授と美女でゲイリー・クーパーを相手にバーバラ・スタンウィックが演じた役柄であるシュガーパス・オシェイ、リオ・ブラボーでアンジー・ディキンソンが演じたフェザーズなどがいる。教授と美女でバーレスクの女王シュガーパスを演じるバーバラ・スタンウィックと 言語学者ポッツ教授を演じるゲイリー・クーパー。ホークス的女性像はハリウッドにおいて1950年代に徐々に衰退し、新しい女性の典型が映画に現れるようになったと指摘する批評家もいる。第二次世界大戦が終わり、社会における女性の役割も変わった。ジャーメイン・グリアはホークス的女性像に代わって登場した無力でしばしばマリリン・モンローや カトリーヌ・ドヌーブのような女優によって演じられた女性典型を虚勢された女と呼んでいる。ただし、ホークス監督の真士は金髪がお好きでモンドーが演じるローレライやジェーン・ラッセルが演じるドロシーはホークス的女性像に近いと考える向きもある。ヒズガール・フライデーでヒルディを演じるロザリンド・ラッセルとオルターを演じるケイリー・グラント。この映画は極めてセリフが早口であることで 有名である。ホークスのファンであることを公言しているジョン・カーペンターは、しばしば自作に、ホークス的女性像を登場させている。カーペンター映画に出てくるホークス的女性像の例としては、撮影当時は、カーペンターの妻だったエイドリアン・バーボーが、ザ・ホック演じたスティービア、ニューヨーク1997で演じた、マギー、スターマン、愛、宇宙はるかにで、カレン・アレンが演じた。 ジェニー、光る目で、カースティアレイが演じた、スーザンなどがいる。2000年5月に、ニューヨークタイムズに掲載された女優のキャメロン・ディアスの、プロフィールで、ジャーナリストのデーブ・ケアは、ディアスは、その面白さ、仲間らしい感覚、率直なセクシュアリティのため、ホークス的女性像の伝統に驚くほどよく似合うと、述べている。ありがとうございます。